こんにちは、 We Like Stones の清水です。 We Like Stones っていうのはですね、ここにも書いてあるんですけども、石が好きということで、石の楽しみ方だったり石の魅力をですね、動画で皆さんにお伝えするアメリ内のチームです。もしよかったらこちらチャンネル登録よろしくお願いします。あとインスタグラムもやってますので、フォローの方も合わせてお願いします。はい、今回はですね、アメリで一番人気のこのモリオンですね、これのリングを作っていきたいと思います。使うものではですね、この枠がありますので、ここに入れる、これ本当はハーフラウンドを入れる枠なんですけども、今回はこのビーズを使うので、これビーズね、このままだとまん丸でちょっと乗らないので、これをですね削ってハーフラウンドのビーズにするんで、ルースにするんですね。でまずはですね、まあ、ビーズ、これトリプル A の一番いいグレードのモリオンを使っているので綺麗なんですけれども、やっぱり凹凸だったりですね、傷があったりするので、その面を削って綺麗な面を上にした方がいいので、それが綺麗な上が面になるように、ちょっとまず綺麗な面のところにですね、このシールで印をつけますね。こう選んでいただいて、こんな感じですね。でこっちが上に行くので、この反対側からガーッと削る形になります。ですね、ビーズを削るのがですね、こちらの研磨機ですね。これがね、一応100番のダイヤモンドシートですね。もう今回ですね、ただ削るだけで下をこうきれいに整える必要ないので、ただこう平たくしていただけの100番この1枚だけでいきますね。これをセットして、これが回転して、ここに石を乗っけて削っていきます。で最後にハーフラウンドの半面状のものができたら、ちょっときれいに洗って、ここに乗せて、この爪をきれいに折って完成となります。はい、ではですね、早速作成に入りたいと思います。皆さん乞うご期待ください。あ、ちなみにですね、今回はモリオンね、うちビーズがですね、ラウンドビーズとカットビーズありますので、ね、両方で作ってみたいと思います。はい、ではですね、削っていきます。この印つけたところは上なので、これを上に向けて、この反対側を押し当てて削っていきますね。でこの穴が見えるかな、この穴にねかかるぐらいまでこう削れればちょうど半分というところなのでね、それを目指して削っていきますね。じゃあスタートします。はい、じゃあ完成しましたね、こちらです。じゃあラウンドビーズ5個、カットビーズ5個ですね。いや意外と大変でしたね。やっぱ穴が見えないようにこう、ね、ルースのこうちょうど端っこと端っこにこうね、穴が行くようにこう水平に削らなきゃいけないんですけど、それがねやっぱ丸だからね、こうバランスがね、なんだろう、こうずれちゃったりしてね、それが結構大変でしたね、合わせるのがね。まあとりあえずね、こう完成しましたんで、これをちょっとリングにはめていきたいと思います。はい、ではですね、早速ちょっとこうはめていきますね。まずね、ちょっとここの爪をね、ピンセットのこう裏側とかでね、こう広げてね、入りやすくします。ちょっと外側にこう広げる感じです。でこう石を乗っけます。ちょっとね、下までピタッと平らにいきましたね。じゃあこれまたこの爪を折り返していきますね。爪を、全部の爪を折り返して、石を止めます。完全にね、これで石が動かなくなりますね。どうだろう、一応止めました。
どうですか皆さん、意外といいですね、存在感もあってね。このやっぱトリプル A 使ってるからツヤ照りもあるし、こんな感じです。あとは残り9個やっていきます。ここね、下までちゃんとピタッと止めないとね、バタバタしちゃうとかっこ悪いんでね。うん、完璧ですね。でこう爪を止めるときはね、確かにこう対角に止めていった方がね、ちょうど中心に行きますよね。こう対角対角で、対角対角、こんなね、丹精込めてね作ったリングをね、ちょっと評判が上がると嬉しいですね。僕もね、リングを手作りするのは初めてですよ。うん、こんな形です。残念。ひたすらはめていきます。なんかこういう職人になったみたいですね。ここに入れるのが難しい。このビーズもね、正直10ミリ玉を使ってるんですけどね、やっぱり 10.5 だったりね、 9.8 とかね、やっぱ誤差がねどうしても合ってしまうんでね、若干全部やっぱなんか違いますね。このシルバーの枠もやっぱりちょっとは歪みがあると思いますし、この辺はちょっと石を見ながら、はい、ではですね、ちょっと最後にですね、これシルバー磨きですね。これ素材がねシルバー925なんで、これ磨くとかなり綺麗なんで、もう全部こう磨いてですね、もうあのシルバーの美しい照りを出したいと思いますね。うん、すごい綺麗。完成です。こんな感じでね、ちょっと全部磨いて、あとはこれね、かなり完成度がいいんで、ちょっとホームページにせっかくなんで出したいと思います。アメリのホームページですね。ちょっとね、写真もかなり綺麗に撮ってもらってちょっとアップしてみるんで、もしよかったらアメリのホームページの方も見てください。はい、今日はですね、じゃあアメリのこの AAA のモリオンのビーズからリングを僕が手作りで作ってみたという企画をお送りしました。最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、ではですね、こちら YouTube のチャンネル登録、またですね Instagram のフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。